私たちは関数電卓を開発する際、ユーザーの声を大事にしております。例えばボタン周りですね、ボタンのところでお客様がボタン操作する際にストレスなくキー操作ができるようにこのキーの位置を決めています。関数電卓に関してはボタンの耐久性を重視しております。合計すると約100程度のパーツの組み合わせで構成されています。それぞれの組み合わせをすべて確認し商品化しております。またキーの点面ですね、点面の形状にこうよく見ていただくと分かるんですけども、微妙に指の形に沿ったへこんだ形状をつけています。これをつけることによってお客様がこのボタンを触る際に指にフィット感を感じて、押し心地がいいキーっていうのを実現しています。実際に欧州に出向いて教師の方々の話を聞いてみると、どのテンプレートが必要なのか、またそのそれぞれのテンプレートについてどんなパラメータを入力する必要があるのかというところについて教師の方々と話し合いました。お客様のニーズに合わせて実際お客様が使う回数に対して、100倍1000倍のような形で耐久確認を行い、その商品を市場に上司しお客様からのご理解をいただいております。やはりまずユーザーの方にこの電卓使ってみたいっていう思われることが必要なので、今回のモデルでいうとこの製品全体に幾何学的な模様をつけることで高級感を出したり、あとこのワンポイントでメッキのキーをですね入れることでよりシャープな影響を与えたりすることで製品全体の完成度を上げるようにしています。